真と鬼神。神々は互いの存亡をかけて戦い、そしてムクロとなった。僕らの世界、巨神のムクロの上に広がる大地、巨神界は鬼神兵によって蹂躙されていた。こんなに、シルク、後ろにも。モナド、この力の秘密の解明さえできれば、俺たちにはこのモナドがある。私も戦うわ。フィオル、行くんだ。だから僕がやります。舞台は巨神と鬼神のムクロに広がる壮大な大地。遥か彼方まで続くフィールドを自由に駆け巡ることができる。秘境ポイントの発見や至る所で待ち構える強力なモンスターなど、冒険は奥深くまで広がる。敵に遭遇するとシームレスにバトルを開始することができる。通常攻撃はオートで発動。自由に動き回りながら敵との間合いを詰めていく。アーツ、キャラクター独自のさまざまな必殺技、位置やタイミングに応じてアーツを選択し攻撃していく。受け付け、アイススプレッド。仲間との結束、これボルするぜ。仲間を助けたり、しっかりしてカルダ。大丈夫、まだ戦える。励ましたりすることで結束の力を高めていく。負けちゃダメだ。熱くなってきたぜ。チェインアタック、始めるよ。結束の力が高まれば仲間全員のアーツを選択して戦略的に攻撃することが可能。ワイルドダウンカルダ。次は私を。ビジョン、少し先の予期せぬ未来を見ることができる。防御や回復など適切なアーツを繰り出し未来を変えていく。武器や防具などキャラクターごとの装備品は多数。フィールドやイベントなど全ての場面で装備品が反映される。またフィールド内で探し出した結晶を合成するとエーテルジェムと呼ばれる装飾品が完成。よし、やったね。ほいさ、よいしょ。ほら、お疲れ様。装備品にはめ込むことでさまざまな効果を身につけることができる。本作には人と人のつながりを示す絆が描かれている。仲間同士の絆を深めると特定の場所での仲間との会話、絆トークを見ることができる。わあ。出会う人たちと会話をするとクエストを依頼されることがある。クエストを解決していくことで人々との絆が深まり、新たなクエストを依頼されることも。他にも
一度訪れた場所に瞬時に移動したり、時間を自由に設定することも可能。あの雲の向こうは俺たちの敵、鬼神界だ。僕は旅に出た時、全ての鬼神兵を倒してやる、そう思ってました。でも僕は知りたいんです。なぜこんなことになったのか、なぜ巨神界と鬼神界が戦うことになったのか、それを確かめたい。